殺チャンネル始まりました。はい、ということで見覚えのある外観でございます。やったー、五代目エゾさんやってまいりました。こうめちゃくちゃ暑い日にエゾさんに来るとすごいテンション上がるね。はい、すごいのを作ってもらっておりますのでやっていきましょう。もちろんこれもございます。やばすぎ、やばい、はい、なんじゃこれ、やばいっすね、天才なんだけど、はい、ありがとうございます。え、すごー、あ、シャープ、え、こうやってもう丸々もあるの、すごー。はい、ということでマジでとんでもないもの作ってもらいました。やばやばやばスペアリブの乗ったラーメンだからね。みんなこれ何か分かってないよね。スペアリブのりラーメンです。はい、すごい、さすがエゾさん。じゃあまずは1リットルビールで乾杯していきましょう。乾杯。あーマジでうまい、いきます。じゃあラーメンでこの食べ方どういうことなの。いきます。うますぎる、やばかった。なにこれ、こんなこんなでかい肉がこんなに柔らかいの。しかも味付けもすごいうまい。うわー、うん、なんこすや、めっちゃ今飲みたい。うん、うまっ、肉、うん、幸せ、うん、うん、あの、エゾさんって毎月29日、肉の日に肉メニューっていうのやってて、今日はそれじゃないんだけど、今日それじゃないって本当？もう逆に、今度さっちゃんのやつも作るよって言ってくれてて、作ってもらいたいんですけど、私これ、なかなか人生で食べてきた中で一番ぐらいのお気に入りラーメンになってしまうかもしれない。最高なんだけど、サチオのためのラーメンじゃん。見て、こうやって取れるんだよ、骨が。ほら、信じられない。ほら、すんごいよこれ。うますぎる。さすがにちょっと一回ラーメン行こう。行きます。うわー、うーしっかり入ってました。うん、うまっ。ラーメンはがっつり江戸ラー、江戸のラー。白味噌ベースがうますぎる。で、麺は太麺にしてもらいました。紅生姜が入ってる。これちょっとあれっぽくない？ソーキそば。なんか見た目は。なんかさ、ラーメン来る前にさ、このハサミとさ、
手袋と大皿支給されてさ、どういうことって思ってたんだけど、こういうことだ。で、こちらご覧ください。背脂崩れてない背脂初めて見たよ。湯気が、湯気をまとって。私が背脂が大好きだからって入れてくれました。やっば、うまっ。スペアリブと対照的だ。うまっ。うわー、なんだこれ。うーん、幸せ。ああ、うまい。この肉の上に麺を置くスタイル。味玉。うん。ああ。してみる。軟骨をちっちゃく切って、うわぁ、うわぁ、うまい。やっと丼が機能した。
やばい、気づいたら麺なくなってたんだが、骨がスルンって取れるのが本当に気持ちいい。あ、赤いき。やばい、この肉なしじゃ生きられない体になっちゃう。ラストのお肉ちゃんがいました。乾杯するの忘れちゃった。食いたいな。はい、ということで完食いたしました。超特大スペアリブラーメン。これはなんていう名前のものだったんだろう。とにかくサチオラーメンですね。サチオスペシャルミックスドデカラーメン、最高でございました。もうみなぎるパワーでございます。今もう好きなものだけ食べたからね。だってこれもうちょっとレギュラー化してほしいぐらいうまかったんだけど。お願いします。見ていただければ嘘だろ。なんとこのラーメン1週間前に事前予約してもらえれば皆さんも食べることができるって。1週間前だよ。ちゃんととんでもないからね、仕入れが大変だからね。ということでございまして、ちょっと自信のある方はぜひとも、はい、注文して食べてみてください。はい、ということで、価格は要素になりますので、お肉のサイズとかもあるからね。はい、でございますので、Twitter とかインスタでお店に連絡すれば、バッチリということなので、はい、ちょっとぜひこの大迫力、スーパーサチオデラックス、忘れたわ。スペアリブラーメンでいいです。やだ、サチオスペアリブラー、サチオつけたい。サチオラーメンですね。サチオスペシャルミックスドデカラーメンということでございます。はい、ということで最高美味しかったでございます。ごちそうさま。この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。